令和になって初めての大晦日を迎えた東京麻布十番の老舗そば店は大勢のお客さんでにぎわっています。中継です。大晦日といえば年越しそばということで、今年もご覧のようにそばを食べる方で朝から多くのお客さんが訪れています。こちらのお店なんですが、江戸時代に始まりまして、今年でちょうど創業230年を迎えるお店なんです。今日ですね、こちらのお店で振る舞われているそばの実なんですが、茨城県産のそばが使われているということなんです。茨城県は今年台風で大きな被害を受けました。しかし水害や風にも負けず、強いそばの実が職人さんの手によって年越しそばとして振る舞われています。こちらが熱い思いのこもった年越しそばなんです。こちらのお店では4000食作られているということなんですが、先ほどこちらのお店に大晦日は10年間通い続けているという方にお話をお伺いしましたところ、令和という新しい時代になっても家族の恒例行事として続けていきたいと話してくれました。令和という新しい時代になっても変わらない大晦日の風景がこちらでは広がっています。